今日は久しぶりに愛しの我が家に帰宅できる日。せっかく結婚したのに任務ばかりで歌姫に全然会えていない。でも今日は家に帰れば歌姫がいる。久しぶりに歌姫とイチャイチャするんだ。今日の任務は秒速で終わらせちゃうよ。歌姫、ただいま。歌姫、愛しの旦那さんだよ。あれ、歌姫もしかして寝てる？おかしいな、まだ夜の8時過ぎなのに。もしかしてお風呂かな。歌姫。あ、五条。あ、いた。歌姫、久しぶり、会いたかったよ。お帰りなさい。歌姫、なんか冷めてるけど、僕が帰ってきて嬉しくないの？1ヶ月ぶりだよ。嬉しいに決まってるじゃない。長期任務お疲れ様。ああ、うん、なんか思ってた反応と違うな。あ、でも歌姫っていつもこんな感じか。嬉しくても恥ずかしくて素直に反応できないんだよね。もうそんなツンデレ歌姫も好きだよ。歌姫、今日はたくさんイチャイチャしようね。ああ、ごめん五条、なんか疲れちゃって。今日はもうお風呂にも入ったからこのまま寝ることにするわ。久しぶりに旦那が帰ってきたのにイチャイチャしないなんてありえなくない？何もありえなくないわよ。今日私も朝早くから任務だったの。さっき帰ってきたところで疲れちゃって、だから先に寝ることにするわ。じゃあせめてご飯食べてる間だけでもリビングにいてよ。せっかく帰ってきたのに歌姫がいないなんて嫌だもん。ご飯ぐらい一人で食べなさいよ。冷蔵庫に残り物もあるわよ。今日作ってないの？帰るって言ったよね。だから私もさっき帰ったところなの。久しぶりに歌姫の手料理が食べられると思って楽しみにしてたのに。手料理なら明日振る舞ってあげるわよ。だからもう寝かせて。ひどいよ。何？僕がどれだけ今日歌姫に会えることを楽しみにしていたか。だから悪いと思ってるわよ。態度が全然思ってない。歌姫今僕のことめんどくさいって思ってるでしょう。まあそりゃ早く寝たいのに、大の大人にダダこねられたらね。カッチーン、歌姫のバカ。はあ、何なのよ。こんなんなら今日も任務先で泊まって明日ゆっくり帰ってくればよかったよ。何よ、私がいる家に帰りたくないって言うの？そんな態度取られるならね。じゃあいいわよ、私がいない家でゆっくり過ごしなさい。私は今日翔子の家に泊まってくるから。は？ちょっと悪かったわね。じゃあ。は？数十分後家入り宅。ああもう五条のせいで眠気も覚めちゃったわ。今日は飲むわよ。こんな時間に人の家に酒瓶持って突撃してくるなんて。ま、歌姫先輩なら全然歓迎ですけど、だいぶ鬱憤が溜まってるみたいだな。やっぱり翔子の家はいいわね。見たい時に野球が見れるし、お酒もたくさんあるし。楽しそうで結構ですけど。ごめんね、急に家を訪ねたりして、しかもしばらく泊めてくれなんて言って。まあ私はいいですけど、先輩ちょっと前にあと少しで五条が帰ってくるって楽しみにしてなかったか。今日がその日だったはずだが、早速何かあったみたいだな。でも先輩。ん？確かに私の家は先輩にとっては過ごしやすいかもしれないですけど、野球も見れるしお酒もあるし。でも先輩が癒されたい時に癒してくれる旦那はいませんよ。翔子。五条、これは貸しだぞ。後で私に感謝しろよ。どうにか先輩を説得してみるか。確かに五条のことは好きだし、ここにいれば五条に甘えたりはできないけど、ここには翔子がいるもん。うわ、私翔子と毎日お酒が飲めるならここに住む。五条すまない、先輩が可愛すぎるのが悪いよな。うん、ずっといてもいいですよ。やったー。一方その頃、ナナミの家。こんな時間にインターホンが鳴るなんて、何か宅配を注文したかな。どちら様です？やっほー、五条悟のどこでも特急便だよ。ちなみに特急と特急をかけてるよ。そうですか、帰ってください。ちょ待って、ナナミ、大事な話があるんだって。私はありませんので。だいたい今何時だと思ってるんですか？まだ9時過ぎだよ。
健全な時間帯じゃん。人の家を訪ねる時間の基準を健全か不健全かで判断するのやめてください。入れてくれるまでここでダダこねるよ。床に這いつくばって両足バタバタさせるよ。28歳本気のダダ見たい？見たくないのでどうぞ。ただしすぐに帰ること。はい。それで何か任務の話ですか？任務ではないけど、今回はそれ以上に重大な相談。五条さんがそんな相談を私にこんな時間に来るくらいですから、相当な案件なのでしょうね。実は歌姫と喧嘩しちゃって、歌姫が家を出てっちゃったんだよね。あ、え、何？もしかして相談って夫婦喧嘩の仲直りの相談？え、そうだけど、逆に何だと思ったの？なんで当たり前のようにそれでわかると思ったんですか？普通に任務関連の話かと思いましたよ。まあまあ重大な話だからさ、聞いてよ。聞くだけですよ。そしたら今日は帰ってください。え、止めてくれるって言ったじゃん。それは絶対に言ってません。歌姫がいない家で一人帰りを待つなんて僕には寂しすぎるよ。何が嬉しくてあなたと一夜を共に過ごさないといけないんですか？一夜の過ち犯しちゃう？バカですか、アホですか。愛しの先輩が先に結婚しちゃったからってすねるなよ。それ以上余計なことを言うなら今すぐ追い出しますからね。はい。それで何をやらかしたんです？え、なんで僕がやらかした設定なの？そりゃそうでしょう。あなたたちの喧嘩の原因の8割はあなただと思っています。ひどいな、ナナミ。僕の信頼ゼロじゃん。でも今回は歌姫も悪いよ。なんたって愛する旦那が1ヶ月ぶりに家に帰宅したっていうのに全然嬉しそうにしないし、しかも僕と少しもお話しないで寝るって言うんだよ。伊織さんも疲れていたんじゃないですか？そうかもしれないけどさ、それでも僕のことが大事なら少しぐらい微笑んでくれたっていいじゃん。でも歌姫ニコリとも笑わないし、ずっと疲れたような顔しててさ。なるほど。五条さんは久しぶりに伊織さんと過ごせると期待していたからこそ、伊織さんの現実の態度にギャップを感じてしまったんですね。なんか難しくてよくわからないけど、多分そういうこと。それでさ、僕イラついて言っちゃったわけ。何をです？そんな態度を取るなら帰ってこなきゃよかったってさ。そしたら歌姫家を出ちゃって、なんか僕もムカついて出てきちゃったってわけ。五条さんな、歌姫が悪いだろ。確かに伊織さんも何か他に五条さんにかけるべき言葉があったと思いますが、伊織さんが出て行った原因は最後のあなたの一言ではないでしょうか？え、マジ？そんなに響く言葉だった？こんなんでも一応伊織さんはあなたのことが好きですし。こんなんてなんだよ。きっと伊織さんだってあなたの帰りを楽しみにしていたと思いますよ。でもひどい態度取られたんだよ。考えても見てください、五条さん。伊織さんは確か今日は朝早くから任務でしたね。早朝から任務に行って、終わったら呪術高専で教鞭を取って、そして夜も任務に行って。あなたとは違い、反転術式で常に新鮮な脳を持ってるわけじゃないんですよ。やっと我が家に着いたって時に賑やかな人が帰ってきて、自分の名前を連呼されたら誰だって鬱陶しいって思います。そっか、僕歌姫とイチャつくのを楽しみにしていたあまり歌姫の気持ちを考えてなかったのかな。イチャつくとかそういうのはだければ聞きたくないですか？ありがとう、ナナミ。ナナミのおかげで考え直した。歌姫が離婚するとか言い出さないうちに謝ってくるね。どうぞどうぞ、早くお帰りください。今度は歌姫と遊びに来るね。来ないでいい。一方その頃、家入り宅。本当に帰らなくていいんですか？うん。お酒も入ったことで思考が停止してるな。五条のためにもできれば今日中に仲直りしてほしいんだが、まったく五条は何をしているんだ。翔子、私五条を満足させられてないのかな。珍しく弱気ですね。
心配しなくても五条は先輩に続婚ですよ。それは分かってるんだけど、なんかよく考えたら一週間ぐらい前から毎日夜になると電話が来てね。はい。あと一週間で帰るからね、あと6日で帰るからねって毎日嬉しそうに報告してきて、昨日も明日やっと会えるねって嬉しそうに言ってきたのに、私の方はなんだか恥ずかしくて、はいはいそうねって適当に返しちゃって、いつも五条は物足りなかったんじゃないかなって。あんなに楽しみにしてたのに、私は五条の帰りを喜んでもあげられなくて。でも先輩は疲れていたんでしょ。それはそうだけど、五条の気持ちを考えると他に言いようがあったんじゃないかなって。反省してるんですか。うん、反省してる。じゃあそのままの言葉を五条に伝えればいいんじゃないですか。そうなんだけど、最後に帰ってこなければよかったって言われたのが結構答えちゃって。五条も本心ではないだろうが、勢い余って言ってしまったんだろうな。出て行ってまだ数時間なのにやすやす帰るのもなんか。先輩意外と意地っ張りだからな。サトルに会いたい。僕に会いたいって歌姫。え、五条迎えに来たよ。マイハニー。マイハニーじゃない。どうやって入った。不法侵入だぞ。え、僕術式使えば鍵とか関係ないし。犯罪者名五条ね。歌姫帰ろ。僕が悪かったよ。歌姫の気持ちも考えないで、疲れてるところにハイテンションで迫ってこられるのって嫌だよね。察してあげられなくてごめん。お前そういう気遣いができたのか。ううん、私もごめん。五条が帰ってくる日を楽しみにしていたの知ってたのに。じゃあ帰ろっか。あれ、もしかして歌姫お酒飲んだ。あ、うん、ちょっとだけ。じゃあもしかして疲れ飛んだ。あ、言われてみれば。じゃあ今からイチャイチャできる。もう甘えん坊なんだから。少しだけよ。やったー、証拠を寝室貸して。貸すか。ったく、独身の荒さに幸せそうな顔を見せつけて。今日はとことん飲むか。あ、ナナミ誘おう。その後ちゃんと歌姫と仲直りして僕たちは家に帰ってきた。歌姫は少しだけならいいって言ってくれたけど、寝っ転がって頭をポンポンしてあげたら腕の中ですぐに寝息を立てちゃって。やっぱり歌姫と過ごす家が一番落ち着くね。いつもはしっかりしてる歌姫先生が僕のそばではこんなにあどけないなんて、誰にも教えてあげないんだから。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。